どうも皆さんこんばんは、ご飯です。久しぶりのオセロニア動画です。というのもですね、今回私が欲しかった、こんなキャラクターが欲しかったっていうねコマが実装されたので、そのコマをゲットするためにこのゴールデンウィークイベントでために貯めた154個の石を放出してガチャを回していきたいと思います。その新しく実装されたキャラクターというのがこちらですね、キュービの妖狐玉物前というキャラクターになります。こちらどんなスキルを持っているかというと、こちらですね、あやかしというスキルです。手駒ロックですね、2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。相手は次のターン手駒でアタックが一番大きい駒しか使えなくなるということで、これ何に使えるかっていうと、ゆるべり対策ですね。攻撃力の一番高い駒をリーダーにしてフィニッシャーにしている方って結構いると思うんですよ。私なかなかそのデッキに勝てなくてですね、でもこの玉物前をゲットすることができたら、相手のフィニッシャーを早い段階で使わせてしまうことができるので、でもどうしてもねこのキャラクター欲しいって思ってますね。でもね、さっきねこのニュースが届いたんですね。新しいニュース、ゲームバランス調節が入っちゃったんですね。そう、ゆるべり対策って言ってたんですが、なんとですね、この悪魔のささやきとか竜のささやき系のスキルがこう見直されて、この風にね調整後の倍率が最大でも攻撃力が 2.0 になってしまったので、まあねこの玉物前を使うまでもないのかもしれないんですが、まあね後々活躍してくれそうなのでね、早速ガチャを回していきたいと思います。いやー緊張するな。私これ一応今のところ無課金なので、今回ね初ですね。無課金なので、あの新規登録で回した時以来です、このガチャを回すのが。じゃあこの玉物前154個石があるので33連ですね、33連ガチャのうちで引くことができるのか、それでは回していきたいと思います。11回ガチャ1回目お願いします。よし、あー緊張する。これ確定演出とかも私全然分かってないんだけど、とりあえず回してみよう。めっちゃ緊張する。えい、お願いします。さあどうだ。いや、来い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 、来た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 、1個ヘスキャラ入ってる。さあなんだこれは。おお、あこれも欲しかった。あー違ったけど、このキャラも欲しかった。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ今ゲットできたのがこれ、ギュルジですね。このベノムっていうねスキルもかなり強力なのでね、このキャラクターはね本当にゲットできて嬉しいです。ありがとうございます。いやーでも本当に玉物前ゲットできるかな。もう一回回していきましょう。緊張する。お願いします。はい、来い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 、お願いします。来い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 、どうだ。うわーない。出ない、来ない。あ、でも新キャラ来ましたね。いやいやいや、こちらですね、ダークアサシン。このコマがひっくり返された時に発動する攻撃してきたコマのアタックの 1.2 倍のダメージを追加で与えると、これもねなかなかマデッキで活躍してくれそうなキャラクターですね。ということで、さあ残り石がね54個となってしまいましたので、これでラストです。これで出なかったらこれで出なかったらどうしよう。お願いします、玉物前来い来い、えい、来い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 、お願いします。あ、来てる来てる、1個、1個椅子あった、1個あった。さあ一体どのキャラクターなのか。お、こちらも新キャラですね。
まあベノムのね強化に使えるので、まあ熱キル強化に使いたいと思います。ということで今回33連ガチャではたまもの前ゲットできなかったんですが、こちらも新キャラですね、レイオーガ、ひっくり返した枚数 ×300 のダメージを追加できる。コンボスキルが3枚以上ひっくり返せるマスで発動できるコマのアタックの 1.6 倍のダメージを追加できるというキャラクターをゲットしました。まあね、今回ねゲットしたキャラクターで再びねちょっとマデッキを編成していきたいと思います。はい、ということでキュービのヨーコはゲットできなかったんですけど、今ですねこちら決戦イベントですね、ホークアイ開催中なので、こちらのねホークアイの上級に挑んでいきたいと思います。こちら新キャラホークアイなんですが、スキルがリンクスキルですね、盤面に自分の魔属性のコマが3枚以上あるとき発動する、盤面の相手のコマ数かける130のダメージを追加で与える。そしてコンボスキルが盤面の相手のコマ数かける110のダメージを追加で与えるとのものですね。さあそれでは早速チャレンジしていきましょう。ということでさっきゲットしたコマですね、ちょっと手持ちの亀がねあんまりなかったので強化しきれなかったんですが、ちょっとねこのデッキでチャレンジしていきたいと思います。さあ助っ人はここはベリアルでいきましょう。はい、まずは相手のターンですね。とりあえず私は1枚目はこちらですね、魔術実験体666号を設置していきます。これはここ取っちゃいましょう、マゴマを。えい、3332。これ対人戦でも一番最初に先行でこのマゴマをゲットできるとラッキーですよね。お、早速相手は新キャラですね、これアサシンですかね、なんだっけ、ダークアサシンですね、置いてきましたね。このカモをひっくり返してしまうとアタックの 1.3 倍のダメージを食らってしまいますと。まあとりあえずここはこれですね、端を取っていきましょう。また今回ささやき系のスキルが弱体化したということで、やっぱりね毒デッキ強いなって思うんですよね。あとあの神属性の回復デッキね、強力なねフィニッシャー系のオーバーキルがなくなっちゃったので、お、早速ホークアイ打ってきましたね。かなりね回復されると厄介ではないでしょうか。さあどうしようかな、これはここに、敗者の手鏡置いていきましょう。でもあ、これひっくり返しされちゃうな。うわ、ベノム置かれた。だがしかし、盤面に自分の魔属性の駒が今3枚ある状態なので、私もですねこちら、ドゥルジ置くことができますね。魔属性の駒が3枚以上あるときに発動できると、盤面で表になっている間毎ターン800のダメージを相手に与えることが、これは強力ですよね。では置いていきましょう。さあ毎ターン800ですからね。さあ次ねちょっと決めていきたいな。お、来てくれました。まあ、で5月末まではまだその悪魔のささやき系のスキルが弱体化されないということなので、ガンガン使っていきましょう。ささやいてもらいましょう。それではここでオーバーキルですね。 OK、 これはたまたまラッキーだったねちょっとまあ相手が NPC だからね。さあそれではファイナルバトルです。さあ相手もね、相手まあこのホークアイなんですが、盤面に魔属性の駒は3枚以上置かれない限りそんな怖い駒ではないですよね。お、先ほどと同じくイザナミ置いてきましたね。じゃあ私もまずはじゃあ、さあ次は何を出してくるかな。さあ同じくアサシンと、これは私こちらですね、アルガンチュールあるのでアルデモンコーン発動していきましょう。これは角マス、角マスのみ発動できますね。盤面で表になっている間魔属性の駒のアタックが 1.3 倍になるとね、これカードが取れればかなりね強い駒だと思います。まあでもまず対人してるとなかなかねカードをね取らせてもらえないので、はい、あ、そこに置く。さあそろそろ
出てきてもらっていいんじゃないですか、ベリアルさん。よいしょ。さあここでちょっとベリアルさん出てきてもらいたいんだけど出てこないと。まあ出てこないなら出てこないでどうしようかな。こちらですね、ラミアイベントでゲットしたものですね。こちら結構ね優秀なんですね。こちらあのスキルがこの駒がひっくり返された時に発動する攻撃してきた駒のアタックの 1.2 倍のダメージを返せるっていうのと、コンボスキルでですね盤面の相手の駒数かける140のダメージをね追加で与えられるっていうね、これぜひとも後半に使いたいキャラクターでもありますね。よいしょ。さあでもこれだと次で終わりだね。お、新キャラですね、置いてきました。さあまあどっちにしろこれで終わりですね。はい、もういらないよ。やったね。さあホークアイドロップするでしょうか。どうだ、お3体ドロップしましたね、ラッキー。はい、ということでこちらホークアイゲットすることができました。私これ顔だけ見たら男性キャラかと思ってたら女の子だね。はい、ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。またね、なんか決戦イベントとか出てきたらオセロニア動画も上げていきたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。